7月31日までなんですけれども、私西田渡の写真集ですね、カラーオブ東京がですね、キャノンオンラインショップから発売しております。伝統と未来が、ね、交差する東京の街を色鮮やかに切り取った写真集となっております。ぜひねご覧いただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。どうも西田渡です。本日なんですけれども、夫婦の散歩ロケですね、の第4弾で行こうと思っております。で、早速なんですけど、もう第4回でね、だいぶ慣れてきたのかな、 うちの奥さんも。どうなんだろう。まあ前回もね、そうだよね、前回軽量化で行ったもんね、結構軽いレンズでね、ちっちゃくサクサク撮ってねっていうところで ね、まああれあれで多分楽しかったと思うんだけど、今日はなんだろうな、より上質なものを知ってもらいたいなっていう企画というか、上質やっぱいいものはいいじゃないですか、何でもものって、っていうところで、今まではねやっぱ女性っていうのもあったし、やっぱ軽くて写真を楽しくっていうところでね、やってもらおうっていう感じではあったんですけれども、今日はですね、奥さんにはこのカメラを使ってもらおうと思ってます。これですね、なんとでかいでかいよね。なんであれだけ軽量って言ってたのに、なんでそんな大きいのこれやっぱね、いいんですよ、これ皆さんもご存知ですよね、キヤノンの 1DX Mark III っていうね、もうこれ東京オリンピックのためのカメラ、今ねちょっと延期しちゃってるけど、あの東京オリンピックの時にね、絶対キヤノン出してくるの、この機種4年に1回ずつ出してきてて、そうなんだ、4年に1回、そう毎回ね、夏のオリンピックには絶対にこのレンズ、ニコンとキヤノンからこのね、フラッグシップ機と呼ばれる一番いい機種が、これね、いくらだと思う、分かんない、これ ね、 全然そうか、これね90万円するのね、 90? でレンズもつけるともう100万超えですよ、ミリオンです、やばい、はい、100万超えで、で連射はねこういう感じです。何これ？マシンガンみたいな。武器みたいよね。そう。これは怖いよ。そう怖いでしょ。これ外で撮ってて大丈夫？だから連射はしなくていいよ、だから。あ、本当普通に連射しなければ、ほら。あ、でもなんかちょっとすごい、ね、こういう感じで撮れるから、こういう感じで覗いてもらったりして、こういう感じで撮れていくからね。サバゲーみたいな。そうだね。ちょっと覗いて持ってみてまずはね。重たい。持ち方を教えたよね、前と同様。うん。この方が安定するけど。そうだね。覗いてみて、ちょっと。シャッターにかけて指を、そうだね、でここにちょうど中指が来るようになってるから、そういうグリップ、持ちやすい、うん、グリップで滑らないね、ユーザーインターフェース的にはすごくしっかりしてると思うんだよね、半押しして押してみる感じ、中指をかけて人差し指はシャッターにっていう、そう、ね、今ど真ん中にフォーカスポイントがあるはずだから、それをね撮りたいところに、まあ、このワタロックのダブルとかね、これでズームできるからね、ここでね、ここでいつも通り、なるほど、そう今日はね24なの、あこの手前の方かな、手前、そう、うん、ここでズームができる、こういう感じだね、これ連写できない、連写はね今連写機能にしてないんだよ、あそうなの、連写機能は機能、うん、そうそう、これで連写機能になるんだけど、どれちょっとやってみてなんか癖になる、ね、すごいよねこれ、ちょっと本当なかなか普通の人でも、多分僕の銃みたい、すごいね、視聴者の方でもなかなか触ったことないとかっていうレベルの人もいると思うのカメラだからね、なかなか触れないっていうかだから、すごい重たい、重いよな、これ首にかけた首がおかしくなりそう、そうだよねっていうところで、ちょっとね頑張ってほしいなってところもあるし、多分ね視聴者の方も相当面白いかなと思うんですよね、まだ写真始めて1ヶ月も経つか経たないかっていうレベルなんですよ、奥さん。でもね、結構みるみる成長してる感じはあるので、その奥さんに今、最上級のね、カメラを知ってもらおうっていう、今回は企画でやってみようかなっていうふうに思ってます。一応ね、縦で撮ったりするとき、こうやってやってたでしょ、うん、こうやってたのを、こういうね、高級なカメラになると、ここにもね、シャッターがついてて、そう、こういうふうにね、こういうふうにも縦位置でも持てたりするから、ちょっと持ってみて。で、まあ、そうやって覗いてね。そう、これはこれで楽でしょ、うん、すごい、そう縦も横もねシャッターがついてるっていうのがこの、まあ、最上級機の、ね、メリットというか、そう普通のカメラとはちょっと違うんだよね、確実にすぐ撮れる、うん、そうだね、これがやっぱりこのプロ、本当にこのオリンピックの決定的瞬間をね撮らなきゃいけないってなると、やっぱりこういった機種になってくるんだよね、なるほど、すごく重いけど今日はちょっとね、でこのレンズもね最高級のレンズだからね、っていうところで頑張ってもらおうかなっていう、ね、企画になってます。ちょっとね皆さんも興味ありますよね、うちの奥さんが最高級の、1DX Mark III、 そして2470の F2.8 の2型ですね、まあ、プライムレンズですよね、もう最高級の装備っていう、これがあればまあほとんど取れてしまうっていう状況だと思うので、ね、
っていう感じですよね。まあ連写はねさすがにしなくて、こう今日もね街のスナップをいつも通りしていきますけど、多分ね撮っててすぐサクサク撮れるから気持ちいいと思う、うん、フォーカスもすごく合うと思うし、なるほど、すごくね重さはあるけど撮ってて楽しいカメラじゃないかなっていうふうに思う、うん、もうこれで撮れなければ撮れないっていう理屈にもなるからね、100万超えるカメラだからね、すごい、うん、で今日僕はですねちょっとまた趣向を変えて、僕は逆に GR で行こうかなと思ってます。なんで？でもねこのカメラもすごいカメラで、うん、あの僕が出してるこのカラーオブ香港っていう写真集あるよね、うん、これで日本写真家協会賞の賞とかも受賞してるんだけど、うん、こういった作品でね、うん、こういった作品で受賞しているんですが、この作品は実はこのカメラで撮ってたり、そうなんだ、そうタクシーの車内からね、あのあ雨の車内をこうやってこのまま、ね、こうやってバチッバチッって撮って、意外とそうリコー GR っていうんだけど、このリコー GR っていうのはもう本当に20年間ぐらいもう同じ粛々と GR っていう名前でずっと出てて、フィルムのカメラの時代からもずっと変わらずにね、このデザインとまあ、写り描写ズームはできないんだけどね、これも同じ距離しか撮れないんだけど写りはいいと、なるほど、それをね徹底してるカメラで、まあこういったね写真集とか作品とかね、うん、受賞とか写真賞まで撮れてしまうようなねすごいカメラだから、まあ、視聴者の皆様は僕のねこの GR を使ったこのスナップスタイルっていうのを今日ご覧いただくと、うん、でもう一方としては奥さんに超最高級のね100万超えのカメラを使ってもらって、街のスナップをしてもらうっていうね、こういった2つの企画でやってみようかなっていうふうに思っておりますので、ちょっとね奥さんはちょっと体力勝負な感じ、僕はちょっと気軽にコンパクトでこういう差ですね、はい、持ってみてください。こういった感じで今日はお出かけしてみようと思っております。それでは行ってまいります。どうも。電源ね、電源ここです、ここです、ここです、はい、そこをポチッと、うん、親指とかでねガリガリっと親指でやった、うん、そうだね、でね、ここをね、ここをこうやって、ごめんね、ここをね、こうやって触ったりすると覗いてもらえば分かるんだけどね、あのマウスのように動くんだよね、撮りたい場所が、あ、動く、うん、それで撮りたい場所を動かせるから、なるほど、で、微調整したいときはここ、はい、ここね、一個一個上下とか横とか押すと一個一個動いていくから、なるほど、ちょっとだけ移動させたいときはクリクリっとその横をね、ちょいちょいと押すと移動するよね、なるほど、うん、それをね、うまく利用してほしい、すでに重たいです。筒子でも撮ってみたら、ズームもねうまく使ったりして、うん、根っこの方がズーム、それがズームズームわかりません、はいはい、あ、面白いの見つけました、あ、はい、これか、最近ね奥さんのねこう視聴者の方もね奥さんのこの構図力とかね結構皆さんねいいいいって言ってくれてますからね、こっちにもクリクリがついて、あ、そっちもついてます、ついてます、全く同じようについてるのがプロ機のねすごいところなんだよね、縦位置も横位置も両方使えるっていう、面白いこれ、あ、本当すごい、もう面白さに目覚めてますね、面白いですね、全く同じ操作ができるもんね、すごい肩こりと筋肉痛になりそうです、はい、そっちでももちろん押せる、うん、普段の撮り方でも、ここをクリクリって回せば、あ、回してみる、うん、そこを回せば遅れるかな、なるほど、そうだね、背面液晶で撮りたい場合はここのスタート、ここを押せばこれでここが立ち上がるから、ここで覗きながら撮れる、はい、うん、そうだね、で、ここ閉じれば、で、ここ立ち上げればタッチでも撮れたりするからフォーカスを、なるほど、うん、なんでここでまた押せば閉じて覗けるっていう、こういう分け方が必要だね、これはね、はい、はい、まあ、僕は今日は超軽量なのでこういった感じでね皆様に撮ってる姿をこの背面越しに見ていただこうかなっていうふうに思ってますね、もう僕はもうどしどし撮っていきます。これがねやっぱりこう GR の魅力なんでね、もうこの画面越しに GR 見ながら撮るみたいなね、こういった感じでいこうかなと、こういう感じですね、はい、奥さんも撮ってますね、奥さん撮っています、こういった感じでやってみようかなと思っております。すごいですよね、100万超えのカメラをね奥さんがね写真始めてまだ1ヶ月も経ってないのに、ご覧いただいている皆さんもねなかなか使ったことないんじゃないですかね、羨ましいっていう人もねかなりいるとは思いますよね、本当。 iPhone と GR をねこういった感じで GR をこの真上に重ねて撮っていこうかな今日は、そしたらほぼほぼ同じ感覚で皆様にご覧いただける感じかなと、画角もねほぼほぼ似てるはずなんで、これ GR がね 28mm でこれが確か 26mm ぐらいのはずなんで、おそらくね GR も接写できるから、この辺の広がり見てみましょうかね、やっぱこの速写性がね GR 最高ですね、パンパンパンって撮って、こっちのね 1DX の速写性もね恐ろしい速写性というかねピントの食い方なんでね、今日はある意味似通った、サイズは全然似通ってないですけども
すぐに撮れるっていう意味ではかなり似通った装備なのかもしれませんね。この辺ちょっと見てみようかなと思います。結構乱暴に撮ってますね僕ね今日、まあ、このぐらいみたいな。ジアのいいとこってもうこのぐらいで撮っちゃえばいいんですよね。で後でトリミングっていうね、サクサクサクっと撮って、でマクロもここのボタンワンアクションでポッと押せばマクロ入るんで、もうこれでねクイッとこうグイッとやってもうこんな感じで撮れちゃうんですよね、はい、もう間違いないですね。あピント合ってなかった。はい、合いました、大丈夫です。これアジサイですね、ちょっと撮ってみようかなと思っております。結構構えもいいんじゃないですか、こう、ね、女性カメラマンで 1DX マーク3でかっこいいですね。普通に外壁のこの模様の感じだな、多分奥さんも結構ねデザイン的に聞いてるのがね上手だから、結構ね視聴者の方も奥さんの構図力いいっていう風にね褒めてくれてますよね。結構構えいいですね奥さんね、中古してかっこいいですね。 1DX は撮れた、 1DX 使ってねガチッと撮ってますね。いいですねこの坂と影の感じ、坂特有のねこの感じちょっと撮ってみようかな。奥さんも影撮ってるかな、あの辺か、いいよねあれも面白そう、ちょっと僕も撮ってみよう。こういう感じで坂って斜めになって建物の壁面は水平になってると、このね面白さを生かすっていうのはいいですよね。ここも面白いんじゃないかな、なかなかどこ撮ってんだ奥さんは。この抜けてる坂の感じか、なるほど面白そうですね。奥さん結構こういうのね好きですよ、僕も撮ってみよう。こういった感じ、あこれね昔のね外壁の模様とっていうね、縦位置とかこれ綺麗良さそうだな、ちょっとあえて今回縦位置でこんな感じかな。ちょっとまあ使うか使わないかねちょっと分かんないんですけど、お奥さん構えてますね、だいぶ脇の締め方とか良くなってそうですね。あいいですね、おなかなかのいいポートレート感ありますねこれね、この画角もいいですね、縦位置のちょっと横にね人物が逸れてるっていう。軽い装備の方が余裕があって、そうだよね、探しやすい被写体を探しやすい、そうだね、うん、もう本当に体の一部というか結局重さに引っ張られちゃうと意識のそのリソースが重さに持っていかれちゃうもん ね、 そうだね。実を言うと軽さをね本当視聴者の人にも推奨してて、そうなんだ奥さんもねこういうの狙うの得意ですよね、こう大きいものかちっちゃいもの、特にこれ奥行きだったら強調できるからこういった感じですよね、おそらくねこういう本当にリアルに、ね、奥がちっちゃくなってるから物自体がね、ちょっとカメラでも撮ってみようかな GR でも。あ奥さん好きですねこれね、このミラーの感じね、ミラーに映る何がしっていう感じかな。僕も昔ねこういうのをね自分自身で撮ってセルフポートレート撮って、日本カメラだ僕、日本カメラのね年間5位ぐらいだったかな、18の時にねフォトコンテストというか月例フォトコンみたいなので年間の5位に入りましたね。懐かしい、18歳で写真始めて1年ぐらいかな、結構フォトコンテスト嵐で賞金稼いでましたね僕ね。この白いコンクリートに影が差し込んでますね、これは意外とデザイン的に見えるかもしれませんね。空抜けとかでねポンポンポンって、奥さん結構このポンポンポンっていうの好きなんですよねきっとね、デザイン的な。僕の場合はね GR なんで、寄った方が面白いかな、このぐらいかな、映ってるかな、ちょっと映ってないかもだけど、これは縦位置で影の感じとちょっとねスコーンと抜ける感じでコントラストが強いような仕上げにしても良さそう。ここの壁面白そうだな、真横で撮ってみます。こういう構図ですね、横線に入ってるものに鶴が巻きついてる感じなんだろうな。プロって大変でしょ、大変だね、報道のねカメラマンさんとかこれ毎日2台3台持ってやばくないですか、ワールドカップとかね、オリンピックとかこれを3台とか担いで、すごいよね本当体力勝負だよねカメラマンは、やっぱ、ね、体感してもらってますね。連射はここですね、このドライブを押してからクリッと回してこの H にやるって感じですね。これで今ね押したらもう連射が取れるような状態です。外では危険です。あとセレクトめっちゃ大変になる。今ね奥さんの目標はピントをきっちり合わせるっていうのがね奥さんの目標らしいんで、でももうそういった意味ではねこの 1DX マーク3は完璧だから、これで撮れてなければまだまだ奥さんの腕もっていうことになっちゃいますよね。この出っ張ってるのこういうちょこっと出たりしてるのが多分気になるんですね奥さんね、こういった感じ、なんか気になったのがあったようですね奥さんね、多分ゴリラさんかな、ゴリラ気になってるようですね、結構来てますね、構図が面白いなと思って、あなるほど、黄色と青の
R もついてるしね、下の床はね、砂利とね、エントランスね。ああ、なるほど。面白いです。おそらくはこの電柱に映る影を狙っているのか、奥の方にも影がありますね。可愛いですね、確かにね。散歩に出たんですが、帰りはタクシーですが、今日はね、ちょっと重かったですもんね。そうだね、これがね、ちょっとね、疲れるよね、そりゃね。アイスを買ってもらいました。あ、そうですね。帰ったら食べます。はい、頑張って撮ってましたね、うちの奥さんもね。はい、お疲れ。手が疲れました。そりゃ疲れるよね、いきなりのね。要するに RP とかのね、 EF40 に700g のカメラね、前回だったのが、今回 2.2 キロかな、これ結構な重さなんでね、まあ、お疲れ様です。じゃ戻って総括しましょう。はい、戻ってまいりました。もう帰りはね、さすがにヘトヘトになって、結構遠くまで、ね、歩いていきましたね、今日は ね、 ね、比較的もりもり歩いて、結構重かったわりにはね、頑張りました、奥さん、本当にめちゃめちゃ歩きました歩いたしね。前回が、EOS RP に EF40mm の、パンケーキだったから、あれ 720g だったんだよねで今日がこれが 1.4 キロかな、 1.4 キロに、900g ぐらい確かあるはずだから、 2.3 キロ、2キロとか2キロ超えてる。はい、落差がすごい、ね、これそうだよね。だから落差がすごいからちょっとね、びっくりっていうのと、やっぱマシンとしてはすごくカシャカシャって取れるけど、連射もすごいけど、うん、でもまずは重たいっていうところがやっぱ女性はあったかな、さすがに。シンプルに重たいし、うん、結構もう筋肉痛じゃないけどちょっとしびれが始まってますだよね。で僕がこれっていうね、この楽さがね僕は今日はね、かなり楽をサクサクしながら撮りましたね。ちょっとのカラボ香港のね、僕の場合はその作風とかもあったりして、これをかなり、ね、駆使して、撮影しているんですよね。なのでその姿もね、皆さんに見ていただきつつ、今日はやはりね、特筆すべきやっぱ奥さんが 1TXMark3 を使ったっていうね、この後にね、スライドショー見ていただこうとは思っているんですけども、おそらくですがね、すごく綺麗な写真が間違いなく上がってくると思うんだよね。これはね、2000万画素しかないんだけど、他のねカメラよりも画素数は少ないのよ。なんだけど、やはりね、この中に入っているそのCMOS センサーと呼ばれるね、このエンジンの部分、光を受け止める部分がすごくね、あの素晴らしいやつが入ってるから、めちゃくちゃ高いやつだね、うん、なのでね、めちゃくちゃ綺麗な絵が多分出るんじゃないかなっていうところで期待していただけたらと思います。なので今日は一番大きいところはね、その本当にカメラを始めてまだ1ヶ月も経っていないような初心者の人が 1DXMark3 でどういう風に撮るか、そしてどういう絵がね、そんな初心者が撮ってもどういう絵が出てきたかっていうところをね、今からスライドショーでご覧いただけたらなっていう風に思っております。なので今日は最初に僕のね、 GR の写真を見ていただいた後に、奥さんの 1DXMark3 のスライドショーっていう流れで見てみようかなと思っております。という形でね、また皆さん、この夫婦動画もね、シリーズ化していこうかなというふうに思っております。なので皆様ね、温かい目で見守っていただけたらと思います。まあ僕が、まあ、奥さんにね、どんどん教えて、奥さんがどんどんね、上手くなっていく過程とかをね、でインスタグラムでもね、僕の写真、そして奥さんもインスタグラムを始めてますので、共にね、そのそれぞれのインスタグラムで細かいデータとかね、細かくゆっくり写真を見ることも可能なので、ぜひインスタもご覧ください。それではまたお会いしましょう。西田渡でした。ではご覧ください、どうぞ。
現在 Facebook のグループなんですけれども、オンラインサロンであります西田渡るフォトカレッジを運営いたしております。 WNPC という、ね、タイトルですね。こちらはですね、1200名を超える受講生の方々と週に1回出すお題をね、皆様がそのお題に即した写真を皆様が写真をアップロードして、そして写真リテラシーの高い1200名の方々で切磋琢磨してどんどん成長していくようなね、カレッジ運営をしております。ご参加がまだの方、そして興味がある方はね、ぜひ概要欄からジャンプしていただいて、ぜひね、ご参加いただけたらと思います。お待ちしております。よろしくお願いいたします。